ごい絵ですねこれ。あ、でも、あ、濡れる濡れる、奥奥奥って。ちなみに今使ってる筋貝っていうハケなんですけど、はい、あんまり根元までペンキをつけちゃうと垂れる原因になっちゃうんで、はい、あんまり本当に一歩で、うん、半分つけるって感じですよね。これ一気に端から端まで配っちゃった方がいいんですかね。途中で止めると、うん、そうですね、リズムよく塗った方がいいですね。できれば、ハケを横にした方がいいですね。こう、あ、そうですね、そのラインで、あ、そう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 、あ、そう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 、あんまり強く力入れちゃうと材料垂れちゃうんで、うん、あ、なるほど、はい、もう綺麗になりますね、塗るとやっぱり。なんか上から降りてくる人は、あれですよね、濡れてるところがあるからつかないようにと思って足がプルプル、小鹿みたいになっちゃうんですよね。結構油断してるとついちゃうんですよね。ああ。多分今日帰ったら足痛いと思いますよ。めったに、ああ、そういうことね。めったにないです。そうなんですよ。だからペンキ屋さんは腰痛めるんですよね。ああ。多いですよね。そうなんですよ。腰痛いって言いますよ。やっぱりこれはですか、ハケは横に走らせたんだったらもう全部横にしなきゃいけないみたいな。そうですね、うん、で端から端までちゃんと通してあげて。あ、いやでも僕は嬉しいですよ、すごい。嬉しいし楽しいです。見てる方が。案外でも塗ってる人を見ると、あ、なんだ楽じゃんって思いますよね。スイスイ行きますよね。あ、だからペンキ屋って楽なんだよって言われるんですよね。ペンキ屋ほど楽な仕事はねえだろうみたいな。よく言われるんですけど、うん、足がプルプル小鹿になってます。女子みたいな後ろ姿になってます。うちまた。おお、きれい。いいじゃん。全然問題ですね。おお、すげえ。すごい。しかも、きれい。すげえ。